お世話様です。ですね、みずきちゃんが結構炎上がすごくて大丈夫かなと思って家に呼び出しました。みずきチャンネルでね、最近公開した動画もあるんですけど、あれ自分で撮ったの？はい。本当に言葉足らずというか、あとなんかなんていうの、言語化能力が低すぎて、昔から思ってたことなんですけど、すごい勘違いされてますので、僕がフォローしないといけないなと思って、今動画撮ってるわけですよ。みずきちゃんね、僕がオファーして、YouTube 活動始めた時から、正直本当になんか自分の思いを言葉にするのが下手すぎて、でちょっと厳しいなって思ってたんですよ。でみずきちゃんが撮る動画とか結構今までフォローしてきて、僕がで、この間の動画に関してはなんかこう何千件とコメントいただいたじゃない、視聴者から、はい、で、多かったのは論点が違うとか、はい、こうなんか開き直ってるように見えるみたいな、そんな意見多かったんだけど、多分なんかパートナーを守りたいとか、母としての強さでしっかりしなきゃっていう気持ちがこう前面出すぎてて反発してるように見たんだけど、すごいその視聴者が言ってくれてることって多分理解してると思うんだよね、みずきちゃんって。だいぶ前から、はい、はい、大きく分けたら順序が違うっていうこととタイミングの悪さっていうか、で視聴者からしたらなんていうの僕らに迷惑かけてるように見えてるのかな、実際迷惑あんまかかってないんだけど、あとはなんていうのかな、俺がこう結構先行投資してきてこれからって時にみたいな、多分そこかな。でもそれは正直その動画では伝わってないかもしれないんですけど、これでもかっていうぐらいもう謝ってもらってて、 LINE とかでももうしつこいぐらいに、だからそこの部分がこう動画で出せてないのが惜しいんですけど、ちょっと視聴者が受けるイメージと身近な僕らが受けるイメージはちょっと違くて、でもそこがなんとか伝わればいいかなと思って今動画撮ってるんですよ。ありがとうございます。反省はもうずっとしてるもんね。そうですね、ご一さんにも厳しい言葉をこう言っていただいて、だいぶ前にで世間からこう見えている状況とかも冷静にこう言っていただいて、すごい納得して反省もしたので、もう反省したのでっていうか、もう最初から分かってたんじゃない、はい、でもなんかそんなイメージあったけどね俺は。あ、もう発表前からですか？発表前からイメージあった。1本目の動画はさ、なんか難しいよねあれって。なんか申し訳ない気持ちはあるんだけど、俺たちが結婚おめでとうっていう感じで撮ったから、俺らのミスでもあったかもしれないね、あれ。でもそういう風に出すしかないから、ちょっと難しくて、動画の構成が。結婚は俺たちからしたらおめでとうなんだけど、その、結婚することはさ、自分で選んだぐらい嬉しいことなわけじゃない、うん、だけどそのみずきちゃんからしたら俺たちに対するなんかこう申し訳なさもあるから、こう嬉しそうに見えないような動画でなんか微妙な感じが視聴者に伝わったんじゃないかなと思うんだけど、それはもうやっぱしょうがないね。どっちにしてもそういう風などっちつかずみたいな感じになっちゃうから、だって本当に思ってることじゃん、俺たちに申し訳ないとか。あとみずきちゃんを応援してた、なんかこれからモデルとかで活躍する姿を夢に見てた視聴者に対しては申し訳ない気持ちがあるわけじゃない。はい。だけど結婚嬉しいことっていう、そこのなんか葛藤でああいう感じになったと思うんだけど、反省はすごいしててね、それが伝わってないんだろうね、そうですね、アンチみたいなことを言っても、その結構意見が多かった印象で、俺はそのアンチってさ、 なんか人の容姿とか変えられない場所とか、なんか何を言っても言ってくる人のことアンチだと思うんだけど、みずきちゃんの動画とか俺のその動画で来てるコメントは意見が多いかなと思ってて、それはしっかりみずきちゃんも受け入れてると思うんですよね。
コメント欄封鎖 した方がいいよって言ったら、あの見たいっていうことだったんで、しっかり視聴者の意見を聞き入れたいってことで、あの封鎖しなかったんで、まあ、そこも含めてちゃんと意見聞き入れてるんじゃないかなと思ってます。もうでも本当に最もだみたいな感じだったって言ってたじゃん、その視聴者の意見とかさ。はい、意見に関しては全く、うん、なんて言うんだろう、その通りで、中にはいるけどね、その本当になんか人格否定してくるようなさ、イエスとかもまあいるんだけど、なんかそれって炎上につきもんだからさ。でも多く含めての意見で、まあ、そこに関しては受け入れるべきだと思ういうことは俺も伝えたし、まあ受け入れてたと思うしね。はい、うん、なんかそこら辺を多分こうすっ飛ばしちゃって、あの私の動画で最後に言ったその汚い言葉で批判してくる人っていう表現になっちゃったのって、うん、その意見を言ってくる人に対してじゃなくて、なんかその本当にアンチみたいなやつでしょ、あのなんて言うんだろう、セクハラみたいな言葉とかを言ってくる人に対して言ってた言葉で、まあ、そこも表現違ったのかなっていうのは。もう全然あの応援してくれる優しい視聴者多いので、まあそんなこんなで、まあ、水木ちゃん辞めた方がいいんじゃないかみたいな相談も受けてたんですけど、まあこれでこう辞めるよりはさ、俺も炎上は何回もこう繰り返して生きてきたんだけど、その YouTube4 年 何ヶ月とかやってて、でも辞めることは簡単なんだけど、こう視聴者の意見を受け入れて成長する場でもあると思うから、 YouTube ってここで辞めるんじゃなくて、まあ今後あの MA で活躍してもらってさ、なんか思っても見ない違うことが起きるかもしれないじゃん、今後続けたら。はい、なんかできることはやりたいと思ってます。そう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 、あの出産を終えるまでだったり、出産後奇跡の大復活したり、こう努力をやめない人っていうのは応援されるからさ、視聴者の意見をありがたく受け入れて、まあ俺もそうやって成長してきたから、なんか YouTube やってなかったら多分気づけてないと思うよ、この俺たちも言わなかったと思うし、そこの部分に関してはなんか成長できたと思ってさ、ありがたく受け入れて、で今後受け入れて反省して、そこから成長して頑張っていくっていうんだったら、視聴者もみんな応援してくれると思うし、なんかもう戻れないわけだから今過去に戻っても、し今戻ったとしてももう同じことを繰り返してほしいけどっていうような選択なわけじゃん、今回選んだ道っていうのは。続けてもらって恩を返してもらおうかなと思ってますので。はい、子供に水木ちゃんのおかげでね、タレントがとんでもないぐらい来たんで、応募ありがとうございます。一つ恩を返してもらいました。とんでもないです。すごい数来たよ、1000件2000件ぐらい来たんじゃないかな。そうなんですか、うん、で後輩たちが10人20人入ってくるんで、まあ仲良くしてもらってね、先輩として一人目ですから、 M プロモーション後輩か後輩よ、だからまあ先輩ってこう思ってもらえるように頑張ります。うん、こうこれから。そうだね、企画とかもむずいと思うけどさ、今後どういう企画で、そうですね、うん、それはすごい、うん、どうしたらいいか分かんない状態には陥ってます。うん、だからまあ視聴者の方もコメントでどんなのが見たいとかさ、あのコメントくれたら嬉しいですね。はい、まあ、とにかく辞めることは簡単なんですけど、はい、辞めずになんかこの先で名誉挽回していこう。はい、だって子供が生まれてきてさ、そのまま終わってたら良くないでしょ。そんな望まれてない子供なんじゃないかと思われてしまうから、はい、変えていかないと、産んで正解だったんだよっていうさ、はい、そこも含めて
その辞めることで逃げ出さずにここから成長していこうっていうことですよ。はい、はい、まあ、皆さん応援してくれると思うんで、まあ、みずきちゃん自体の、まあ、言葉の伝え方が下手っていうのもあるし、まあ、実際こう意見を聞いて成長できた部分もあるし、まあ、どちらもあって本当にいい機会だったんじゃないかなと思ってて、俺は、うん、だから頑張っていきましょう今後。はい、じゃあ何かコメントあれば。みずきちゃん散々だったみたいでね、あのコロナになってて最近で、つわりもあってでしょ。つわりは、つわりって二日酔いみたいな感じなの、みんなで言う。いや、本当に個人差があるので、うん、一概には言えないんですけど、私の場合はまだ軽い方で、うん、そうですね、ずっと気持ち悪い感じなんですけど、うん、まあ、中には食べたらすぐ吐いちゃったり、うん、送り返す人もいたり。そんな中でコロナになって1万件も批判のコメント来て散々でしたね。まあでも、まあ、自分で選んだことなんで、あのいつか笑える日が来るよ多分。ということで頑張っていきましょうか。ありがとうございます。はい、そんな感じで、まあ今後も活動しててもらいますね、僕が応援していただけたらなと思います。あとみずきちゃん復活の動画、見たい動画とかですか、みずきチャンネルでなんか皆さんコメントいただけたら嬉しいです。はい、そんな感じで